剣豪ベニマル。変身。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、映画妖怪ウォッチ妖怪学園 Y デラックス YSP ウォッチとデラックス YSP ウォッチのヒーロー変身セットです。はい、12月13日から上映が開始される今年の妖怪ウォッチ映画の関連アイテム発売されましたね。今回は妖怪召喚以外に妖怪ヒーローに変身だったりとか、変身状態から必殺だったり、ちょっとオーガ的な要素も入りながら、これまでの妖怪ウォッチとかエルダみたいに妖怪召喚機能もついてますので、いろいろてんこ盛りですよね。でこっちが単体版のウォッチプラスメダルが変身用のものが1枚ついてるタイプで、こっちのヒーローセットは限定デザインのジンペイベニマルと、これ主人公ですね。あとは変身メダルの剣豪ベニマルとコマンドメダル、これが必殺技で、召喚メダルがコマジロ、メドゥーサ、親の目、モモって感じで、この辺は映画を見ると登場キャラクターのことがよくわかりますし、僕は先行で映画を見させていただいたんですが、ゼロ式みたいにくるくる回したりとか、昔のウォッチみたいにメダルセットだったりとか、ある意味原点回帰的なアクションしてましたね。ということで今回はヒーローセットで遊んでいきたいと思います。キャラクターは全て一新されてるとはいえ、どこかで見たようなジバニャンっぽいジンペイだったり、メラメライオンっぽいライドウだったり、吹雪姫っぽい姫川吹雪だったり、コマさんっぽいコマ三太夫とか、すごくとっつきやすかったですね。はい、そして開けると、あ、なんか特別なパッケージ。あ、そんなことない。普通に単体版の外箱、同じやつが入ってるんですね。そういうことか。強引。で、こっちに今回のメダルたちが封入されてるわけね。QR コードとかはないんですよね。YC チップ系ですよね。というか、妖怪メダルなんか戻ってきた感じ。アークもアークで楽しかったんだけど、やっぱメダル形状いいっすね。しかも今回は星2とか星1とか書いてあるから、レア度の分かりやすさいいな。あ、これがコマンドメダル必殺技か。変身のやつはウォッチと共にこっちに入ってる感じが、あ、いつも通りなかなかのボリューム感になっておりまして、ウォッチサイズはおなじみのサイズ感ですけど、この軟質のベルトも相変わらず質感いいですし、ただここがね、これさ、ここ下から刺すんだ、やっぱこれまで通り。上からもなんか刺せそうな感じがあるんだけど、で、ここが Y ね。で、妖怪ウォッチのマークとか、ホロの、あ、このシールとかがいいな。一新した感ある。回転するんすよ。カチカチって。で、これがジンペイが変身で変身してた、変身メダルか、ベニマルが乗ってる。ってことで、中身はこうなってて、YSP ウォッチ本体と妖怪 Y メダルが7枚。ちなみに YSP が何の略かっていうのは映画を見ればわかります。まず妖怪 Y メダルは、攻略系はクリアパーツ使いで、これは2色か。変身メダルの剣豪ベニマル、昔の妖怪メダルと比べると、気持ち小さいんすね。ウォッチ自体の造形が変わってますからね。今回はレア度が分かりやすくランクが乗っておりますし、はい、ヒーロー変身、妖怪ヒーロー変身のベニマルでもう一回メダル形状に戻ったのもなかなかいいと思います。そしてセット版限定の星5ジンペイ&ベニマルで、サウンドどうなるんすかね、変わるのかな。あ、でもこれ、ピンの山は共通なので中に IC チップ入ってますから、要はこれまでの妖怪アークと同じような感じですね。これはシールで隠れておりましたが、よーく見ると中に見えますよね。それでパック版もちょっと価格がするわけですね。で、星さんの赤き一線、これは必殺メダル、コマンドメダルってやつで、あとは普通の妖怪系がグレーの、これも懐かしいっすよね、なんか。こういう妖怪 Y メダルになってて、今回は妖怪メダルじゃなくて妖怪 Y ですね。
で、メデューサー星2で、QR コードなんかもありませんね。あとクリアじゃないので、YC チップは見えないような形。親の目。そして、コマジロ。アルマジロベースなんですよ。むっちゃ可愛くないですか？明らかにコマジロ意識ですけど。で、さらに、モモですね。モモンガっぽい妖怪。そして新しい妖怪ウォッチの YSP ウォッチ本体、バンドの長さとかはいつも通りで、大人の僕で問題なく装着することができますし、大きさなんかもだいたいこれまでのエルダとかオーガとか、これまで大活躍だった妖怪ウォッチとサイズ、ほんと厚みとかも全然変わりませんね。バンドの感じなんかもほぼ同じだ。ただこういうモールド形状なんかは新しくなっておりますし、クリスタルのような綺麗さ。横を見ると電源ボタンがあって、ここが更新用のマイクロ SD スロットですね。で、反対側に、これサーチボタンじゃなくて、今回排出ボタンなんですよ。Y メダルをセットしてボタンを押すと、ここから排出されると。なので、スロットがダブルスロットのように見えますけど、実際はこちら側、手前側から入れるような形で、で、ゼロ式のような、ここ、カチッと、ベゼル部分が回転。これやっぱ、楽しいっすね。一回転はしなくて、この三箇所。まず盤面はね、Y って書いてあって、そこの部分は塗装ですが、ここがメタリックシールで綺麗な柄が表現されておりますし、ここが小窓になってて、標準状態がこれね、横のこの召喚絵。これが召喚で、上が変身で、これまでの妖怪ウォッチの盤面ね。で、下側がサーチ。このように3モードのサウンドで楽しむことができるわけですね。なので、このモードによって、切り替えるモードによってサウンドが変わると。映画を見てると、メダルはハマるわ、ここは回るわで、どういう仕組みなんだろうと思ったら、こういうようなパーツレイアウトになってるわけか。で、こういうところもなかなか立体的。では、電源オン。YSP 1年1組で、ここが多色発光するわけか。で、スピーカーはこれまで通り裏側にありますね。もう一回聞こう。これがあれかな、バージョンが変わってくると1年2組3組とか数字が上がっていく感じなのかな。あ、で、そっか、回転するとサウンドが鳴るんだ。標準から変身、召喚、切り替えサウンド一緒か。で、サーチ。そう、今回ここサーチボタンじゃないから、ここ押しても何もなんないんですよね。あくまで排出ボタンなので、今でこれで妖怪サーチ。ギュイーンってなりましたよね。で、発光して、これが妖怪。まあ、妖怪というか、今回は音量か。そのサーチ音が鳴ります。あ、あとそうだ、一旦電源落として、メダル排出をね、すごいらしいから確認したい。これ Y の文字がメダルに入ってて、この向きではめる。裏側見るとレーンがあるから、他の向きだと全然はまんないから、これセットして奥まで行くと、おお、吸い込まれる感じだ。で、これが排出ボタンだって。わっは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 、飛び出るわけね。これがすごいって言ってたやつか。おお、結構飛ぶ。そういうことね。これは楽しいな、確かに。メダルをなくさないようにする必要がありますけど、かなり、勢いよく出ますね。ほら。どういう仕組みになってんの？これでロックで押される感じなんだ。ではまずはメインの変身遊び行きましょう。Y を横にして召喚モードにするのが標準なので、こっからセットして待機音中に変身にベゼルを回して、妖怪ヒーロー変身と。では行きましょう。妖怪メダルセット！剣豪ベニマルで待機音で発光しますので、回転して変身！おー、映画通
りの変身サウンドだった。わーいわーいわいわいわい SP。 これは妖怪ウォッチの新しい遊び方だな。大気音がちゃんとなって回転して変身と。剣豪ベニマルってなりましたね。でボタンを押すと変身解除と。そういうことか。セリフとしてはわーいからチェンジフォーム妖怪ヒーロー剣豪ベニマルの部分が個別サウンドになってて、大気音が鳴ったらベゼルを回して剣豪ベニマルに変身と。本編でも変身って言ってましたからね。もう一回サウンド聞きましょう。おお、面白い。で元に戻して変身解除と。これメダルが飛び出るの楽しいよ。いい位置に出る感じ。ほら、変身以外は標準のこの召喚モード状態でセットすればサウンドが発動と。赤き一線。はい、これで攻撃発動ですね。赤き一線。回転しても特に、さっきみたいに変身音とか鳴ったりはしませんね。ちゃんとこういうところが認識できてる。ちなみにサーチに向けても、音量サーチ音が鳴って終わりですから、変身以外はこれまでの妖怪ウォッチのような簡単な操作ですね。じゃあ今回の限定 Y メダル行きましょう。ここがクリアだとデラックスメダル。ジンペイ&ベニマル。あ、なんかスペシャル、デラックスかな？説明書見ると、ヘイヘイデラックスですね。発動音とかも全部変わるんだよな。もう一回デラックス聞こう。てか、妖怪メダルがちょっと軽量化されたのは、ここが飛び出るからっすね。うん。ヘイヘイデラックスーってちゃんと聞こえました。ちなみに、ここを変身モードでセットしても、一応なりますね。で、標準の妖怪ワイメダルがサモンシルバー。まずはコマジロ行きましょう。おお、こういう風になるわけね。コマジローみたいな妖怪ボイスじゃなくって、機械サウンドだ。カモンゴースト召喚音からの妖怪名と。じゃあ、モモ。モモ。種族によって変わるとか、そういうのあるのかな？てか今回種族ないのか？メデューサ。同じですね、ここ。メデューサ。じゃあ最後は、親の目。こういう風に
連動するわけだ。サーチでセットとかだとどうなる？あ、ハマるか。あ、一応なりますね。で、この辺は割と通常でもサーチでも変身でも発動するんだ。ただちゃんと変身モードに関しては手順を踏まないと変身できないわけね。なのでこうセットして、そうだね、サーチ状態でも退去になりますから回転して変身と。SP! みたいな。これ癖になるな。変身音すごいいい。腕にセット状態から実際、セットして、で、排出。あ！そっか！左手が使えないから、排出気をつける必要がある。でもあれか、アレンジすればいいか。こうして、こうやるとかね。まあ、いくらでも排出キャッチ方法があるから、この辺は自分でアレンジして遊ぶ感じですね。はい、ということで新しい妖怪ウォッチの妖怪学園 Y でメインの変身アイテムとか召喚アイテムで使われるデラックス YSP ウォッチを紹介しました。個人的にシャドウサイド割とハマってたので、ついに世代交代かとは思いますけど、新世代妖怪ウォッチなんだけど、どこか懐かしさがあるようないいウォッチに仕上がってましたね。でも変身がやっぱり一番楽しいかな。今回はヒーロー変身セットを買いましたから、変身と必殺技と妖怪召喚と全部楽しむことができましたけど、スタンダードな単体版だと変身メダルのみがつきますので、追加で音声を楽しみたい場合は別でパック版を買う必要がありますね。この辺はいつも通りかな。同時発売のパック版も買いましたので、次の動画では開けてまた別の連動音声を確認したいと思います。以上、妖怪ウォッチ妖怪学園 Y デラックス YSP ウォッチヒーロー変身セットの紹介でした。